はい。皆さん、こんにちは。豊かなピアノ教室を作る方法、星名洋子です。はい、えー。この動画はですね、あのご登録いただいている方の、ね、特典の動画として、またさらに追加で今作成させていただいています、えー。皆さん、今ねあの、コロナウイルスとか、いろいろピアノ業界を取り巻く状況はですね、ま悲、あ、観することはないと思うんですけど、やっぱ厳しいは厳しいです。えー、なのでですね、あの うん、大事なことはあのー、しっかり現状を見ながら、まあ、厳しい現状ではあるけれどそれを見ながらだったらじゃあどうしたらいいかということでポジティブに転換してさらに皆さんがやる気スイッチを、ねあのー、押す方に、あのー、行っていただければいいかなと思う でえー、いくつか、ね、あの皆さんが知っておいたら、いい情報をお伝えします。まず、ね、もうすでに今、あの画面に出ているかと思うんですけども、えー、読売新聞のですね。二〇一九年、えー、12月に出た記事です。えー、もちろん、ね、あの日経とか他の、ねえー、ところにも、あのー、同じように出てますけども、も、まあ、ともとはですね、まあ、厚生労働省が発表したあの記事ですね、えー、情報ですね。 12月24日にですね、2019年の人口動態統計の年間推計を発表しました、厚生労働省はです、ね、そこによると19年生まれの子どもの数が、ですね出生数がです、ね、86万4000人になったということで。 前年度91万8400人だったのが86万になったということでですね、初めて90万人を割り込み、まあまあ、過去最小となりましたよということなんですよね。で、ここで問題なのは86万人台になるのは、 17年2017年の時点のね、将来の推計よりも2年も早かったということで、少子化が深刻さを増している実態がね、浮き彫りになった。結局、少子化が加速しているということです。私たちがあの思うよりも2年早く、えー 加速しているということこのこの記事、まだあるかと思うんですけどあのこういう記事ってねあのそのうち聞いちゃうんでまあ、よかったらですねこのタイトルで今年の出生数86万人、過去最少に、見込みよりも2年早くまあこれでねタイトルで見ていただければいいと思いますけども。 えーまあ、このゼロ,ゼロ歳ちゃんたちがですよ、えーまあ、でも今、本当にピアノ教室はゼロ歳の、ね、プレピアノとかやってる先生もいらっしゃるんで、もう,もう本当にあの生まれてすぐ、マタレティでピアノとかね、対、あのー、教からも入れれば、あのもう私すぐに影響を受ける情報なんですよね、これね、あのー、3歳からお越しになってる方も、この3年後にこの少子化のこの人数が来るわけですよ。 4歳からの方は4年後、5歳からの方は5年後。ということで,です、ね、もう少子化は防ぎようがないですただあの、えーま、少子化加速してはいますけれどもでも全体の人数からです、ねえー、あのいろいろ計算したところ、ま、クラスに、ねえー、ピアノの習う子が3人ぐらいいる状況、ま、どうなんでしょうね。2人3人 低学年だと結構多いと思うんですよね、もうちょっとね。というふうになればああのまあ、少子化が盛んでもその割合を変えればいいわけですよ。子どもの人数,、ね子供の人数まあ、こんなことはないと思うけど、まあ、全員100%ピアノ教室に来たら、まあ、いいわけじゃないですか。だけど、まあ、それがあのそういったわけじゃない、だからピアノ少子化かける問題はピアノ教室のやっぱ人気度が低下してるってことですよね。 で、今はまあ、ストーリーとピアノとか、まあそういったので、こう、ピアノが結構クローズアップされてるので、今すごいチャンスだと思います。なので、えー、あの、知っておいていただきたいこと、意識していただいたいきたいことは、少子化は加速していると。ただ、えー、全体の子供の数からの習い事の割合、ピアノ教室は低下しているわけですよ。だから、盛り返せば、少子化あ、あの、が波が来ても、結局、多くのね、 母数ですよね全体の子供の人数の中の割合がピアノ教室習う子が増えれば少子化といえどもピアノ教室やっていけると思うんですよ。なので何をしなくちゃいけないかというとですから皆さんにお願いしたいのはピアノレッスンのプロモーションですよ。ちょっとね、プロモーションということで、まあ、もしよかったら 豊かなピアノ教室2020プロモーションレッスン4で話してますかね、まあ、そんなことと絡むんですけれどももっとピアノ教室さんプロモーション頑張らなきゃだめですそれは自分の教室だけじゃなくて自分の教室に生徒が来るだけじゃなくて業界全体としてピアノレッスン素晴らしいよと、ね、あのうちの塾生にもぜひそういう記事を書きなさいって言ってるんですけども例えばピアノを習うとどんないいことがあるか、ねえー、例えばいろんな情報あるわけじゃないですか。 脳科学者が、えー、ピアノ、習い事はピアノだけでいいって言ってるよとか、ね、東大生に2人はピアノ習ってるよとか、ね、ピアノ習うと、私も、えっ、ー、と、ピアノを習って身につくスキルって、あの、検索してもらうと私が書いた記事があります。これは、あのー、アンケートを取ったんですよね、一般の方や、ピアノの先生に、一斉にアンケートを取って、ピアノを習うとどんなスキルが身につくかをランキングしてます。あのー、 そこによると例えば音感が良、ね、くなるとかちょっと出しましょうか、ね、せっかくなのでねピアノを習うとううえこっ、ね、私も頑張ってるんですよ。 なんとかピアノのそのもちろんうちはピアノ系塾でねあの塾生さんにやっぱりあの豊かになってもらいたいということでやってますでこの動画はあの塾生にならなくてもですねああのまあ、私に興味を持ってくださった方に少しでもねいい情報をと思ってやってますあのなんですけどまあねちょっと私にま興味がないっていう人も中にはいると思うのでまあ、そうした方 ように、いや、あの、またピアノをね、これから習う方ように作ってるんですよ。もう結構頑張ってます。<laughs> ここ見ていただくと、えー、ピアノを習うとどんなスキルが身につくのってね、一般の方に、百、えー、100に何桁取ったところ、1位はリズム感。2位は楽しむ感覚。ね、音楽を好きになる力。そして、3位は手先の器用さ。4位は集中力。五位は楽が読めるとかね。まあ、あるわけでしょ。 これぜひあの引用して使ってもらって全然構いません、ね。動画も作っております、私 <laughs>。あの、もう多くの方にですね、ピアノって、占いことって素晴らしいんだよっていうのを、まあ、あの、そ生してやってるんですけども、これ私だけじゃちょっと無理なので、力が足りないので、もちろんうちの塾生,生にもさせてますけれども、ぜひね、皆さんね、え、プロモーションというものを学んで、プロモーションの力をつけて、こういうものを発信して、 もちろんダイレクトに、ね、皆さんの教室に来るようなそういったこう動線っていうんですけどねそういうプロモーションの仕方はしていただいて構いませんのでみんながうちの教室素晴らしいよもいいんですけどピアノレッスンって素晴らしいよってみみんながみんなながが全国のピアノ施設がみんなが伝えたらそれはやっぱり、ね、影響力あると思いますのでぜひ少子、ねえー、化加速してるよ、2年も早く加速しているよという現実を捉えながらでも、ま、あのネガティブにならず。 帰ってポジティブにね、やる気スイッチをしていただいて自分のね、よし、やるぞと、あの、しっかりピアノ教室の素晴らしさを、あの、地域の人にね、まずは皆さん地域の人だけでいいと思います。しっかり伝えるんだってね。まあ、そのためにもし皆さんがプロモーションの力が持ってなかったら、ぜひ私のね、豊かなピアノ教室になる方法、えっ、ー、と、レッスン4だったかな、読んでいただければ、プロモーションのヒントになる動画ね、あの、無料で公開してますので、ぜひ皆さんでね、頑張っていけたらと思います。はい。 では失礼しまーす。